OK。 まあ、昨日ね、うちの、まあ、城ヶ島のね、ホテルでさ、一応リクルートね、の、まあ、人が辞めたからって言うんで、一応ね、みんなじゃあ集まって、じゃあ、ね、将棋でもしようなんつって、で、どうせリクルートつながりだからって言うんでさ、もともとリクルートの人ね、集めて、あとは、まあ、しもちゃんとね、交えてさ、将棋したんだけど、根底にあるのはさ、みんな優秀な人なんだよね。で、僕なんかさ、多分ね、昨日、まあ、会ったメンバーだと、もう20年以上前じゃないかな。僕はたまたまね、北九州でさ、講演頼まれて、講演やった後に、たまたま渋井さんがね、まあ、その時知り合ったんだけど、ね、東京で CS クラブってやってんだなんつって、でリクルート主催で勉強会をやってたんで、まあ、そこで一応講演頼まれたんで、講演に行ったら、まあ、そのままその CS クラブとか入って、で不動産の研究をね、じゃあみんなでやろうよっつって、でやってたら部署なんですよ。でだから32だからな、もう20年だね、20年以上前だよね、に、ね、仲間の人たちが、いまだにずっと仲間なんですよ。で、まあ、当然、ね、仲間といってもさ、そうでもない人もね、中には、ね、いたわけだけども、今となってはさ、最後にこう、ね、残ってる人たちってみんな仲間じゃん。でさ、ね、若い時にさ、この、ね、そういう人たちとこう、ね、切磋琢磨していろんなことやってると、みんな切磋琢磨する、ね、人たちなわけだよね。そうするとさ、切磋琢磨する人たちが集まってるから、みんな切磋琢磨してさ、優秀な部署に行くしね。でリクルートでももう大体トップ のに近い人たちがさ、どんどん、ね、いるわけじゃん。で彼らが出てきてる人たちは早期退職制度ってのがあってさ、でリクルートはね、大体、まあ、40の半ばだな、40の半ばになるともう大体もう出てってもらうような手を取るんですよ。でもったいないなと思うわけで、僕は思うんだけどさ、じゃあ僕がね、まあ、ありえないかもしれないけど、僕が失業したとするじゃん、ね、僕今自身、僕が仕事がなくなって失業したときにさ、ね、まあ、当然就職活動するかどうかは別としてさ、ね、なんかもったいないよね。年がさ、いってるからといってノウハウとかいろんなさものを持ってるのに、年齢で区切りをつけて、いや、ね、そこから企業活動ができないっていうのはちょっとおかしな話だよねっていうことになっちゃう。でこれはね、根底にあるのはさ、ずっと積み重ねたものっていうものの価値観がね、なんていうかな、過去のね、日本の経済の中で作り上げられちゃった、なんていうかな、間違いだと思うんだよね。まあ、例えば今ね、日本テレビサービスでね、山根さんとかさ、花輪さんとか入ってきてるね、年齢としたら、いくつだっけまあそこそこ年齢ですよ。でもさ、優秀なことは間違いないわけでしょ。でこの優秀なのが間違いないのに、なんとなくこう年齢とかそういうのでさ、なんとなくこうね、社会のさところからこうね、徐々に外れていったりするじゃん。でもさ、僕は思うんだけどね、積み重ねたノウハウっていうのはさ、これは価値なわけだよね。で僕ね、昨日ちょっと話してて、まあ一人のね、人が中高年者層向けの、要するに、いわゆる人材の、要するに、なんとかな、この会社で働いていて、で、例えばさ、その人たちがリタイアするときに、要するに持ってるノウハウをね、よーく検討した結果、この人のノウハウはここに当てはめたら、ね、要するに、きっとね、いい形になるんじゃないのっていうことを研究して、それを人材の派遣的なことにしようっていうことを今企画してる人たちがいて、で、それはね、僕すごい正しいなと思ってるわけでね、今このね、時代でね、生き抜くってことはさ、相応のね、ノウハウがないとダメですよ。うん、で、ね、また今度、来週か3週にまた今度うちのアセットマネジメントのね、メンバーまた募集するんだけども、そこのね、そのなんか何ていうかな、ノウハウってあるよね。例えば不動産業ってそうじゃん。さ、じゃ賃貸の仲介のね、仕事をさ、ずっとじゃやってる人たちが、例えば40くらいになった時にちょっと考えるんだよね。要するに賃貸の仲介でこのままでいいのかなと思うわけじゃん。そうしたらその会社は、要するに賃貸の仲介しかやってないとすれば、要するにそのせっかく作ってきたノウハウはこの会社では生かせないってことができちゃう。で、そういう人たちが今度じゃあさ、ね、じゃあどうするのって言った時に、じゃあ新しいところに転職するよね。でさ、転職するんだけど、今まで一生懸命頑張ってきたノウハウなんだけど、年齢が40ってなると、やっぱ
うちでもちょっと敬遠する可能性あるよね。特に宅建持ってない人なんかいるわけじゃん、ね、でそうするともう完全に敬遠されちゃうわけじゃん。でもノウハウを持ってたけど敬遠されちゃう。であとは売買の仲介もそうですよ、ね、売買の仲介の仕事をしてた、住宅の販売をしてた、でそういう人たちで、あのまたね、新築のマンションをさ販売してた人たち、でこの人たちってのはさ、ね、いくらそこで実力がこう出てきてても、なんとか旗と止まった時に振り返ってみるとさ、これでいいのかなって思っちゃうわけじゃん。でそうなった時に、じゃ あのいざ転職っていう時にはもうすでに遅いわけだよね。で、あのそう考えるとさ、本来の姿としては、まあ、我々不動産の、ね、仕事してると、この不動産業の中でもっと可能性のあることっていっぱいあるなってうちの会社は思ってるわけじゃん。だからどんどん新しいことを今やってるから、要するに部署もさ、あのいろんな部署ができてきて、でいろんな形であの活動してて、で、じゃあいざこういうことやろうぜって言った時に、まあ、今回のね、日本テナントサービスみたいに、要するにさ、あの彼らだけの能力だけじゃ、ね、僕あのの伸び幅っていうのは、要するにもう少しこじんまりするなと思ったわけでね。だったらもう少しこう広くするのには、もうすでにあるポータルサイトのさ、ね、テナントガイドっていう、ね、ものを運営してる、ね、会社があって、ね、そこの会社と合体させたらどうなのっていう時に、要するに僕はその、ね、エリアコミュニケーションの西村社長とはもう長い付き合いなんだよ。もう前職の時の日じゃないんだよね。15年から20年くらいやっぱ近い、付き合いがあって、でちょっと会って話しようぜなんつって、で話を したら、じゃあ一緒にやりましょう。で向こうも伸びしろがさ、あの、ね、今のままじゃあんまりないけども、で今度現場で、ね、あのプロショップを作ることで、もう少しさ、あの業務の拡大ができるよねと、で雇用の拡大もできるよねということになると、またさらにそこでさ新しいビジネスチャンスが出てくるわけじゃん。でそれは ね同じ人生ずっと送ってるんだけども、ね、要するに、別々の人生をずっと送ってるのはね、でもさ、どっかの段階で、ね、なんか行き詰まる時ってあるじゃん。でその時ってね、実はさ、あの仲間っていうのが大事なんだ。だから今回みたいに、僕は20何年間ずっと仲良くしてるわけでさ、ね、仲良くしてるっていうのは、仲良くできてるから仲良くできてるわけだ、ね、で仲良くしてなかったら仲良くできないですよ。で特に、ね、連絡だってさ、別に、ね、取り合うわけでもなくて、で僕なんかは大体、まあほら、あちこちで講演頼まれて、講演なんか行くとね、そこに参加してたりするから、あ久しぶりって話があるから、ずっと縁が切れないんだよね。でそういう関係ってすごく重要だなと思っていて、で今回もまた新たにね、まあ、これはね、黒川君の発想、黒川と言ったんですよ、いねえか、まあ、黒川君の発想でね、商社をやろうって話になっていて、で、あ、それは結構面白いなと思ってて、で、今いろんなね、商社、商材があるよね。うちで やってるとすれば、床暖房だとか、要するにコーティング材だとか、あとは今回は外壁のね、要するに、いわゆる、耐火構造のね、要するに外断熱の工法だとか、あとはスマートフォンのね、要するに機械だとか、まあ、そういうのがあってさ、でいちいちそこをね、物を作るときにいろんな形でさ、打ち合わせが必要になるよね。でそうなったら逆に一本に絞って全部商社系 の機能を持ってしまえば、ね、要するにここ一本の窓口で全部売れるじゃんっていうふうにしようっていうこと、今これもうほぼ具体的にっていうか、もう、まあ、自分自身が決めてるわけで、それに対してじゃあどうやって補強するかっていうと、うちの社内だけじゃ無理なんだね。だからもうある程度、まあ、昨日の段階で根回ししてて、でもう間もなくそれがスタートするんですよ。でそれも新しいじゃあ会社作ってやろうぜってことになっていて、でこの商社系のものができてくると、この商材が今度うちの社内でも使えるし、外部にも売れるっていう仕組みができる。でそうなってくると、今度この商社のさ、要するに仕入れと、ね、販売で、昔商社はねすげえ資本がいった、ね、要するに現金で大量に買い付けてさ、でそいつを販売してっていうね、ことをやってるんだけど、今は仲介業務がほとんどだよね、商社の仕事は。仕入れなくていいんですよ。要するに必要な分だけメーカーに発注して生産してもらって納品するっていう仕事だから、比較的ね、僕リスクないなと思っていて、でこれもね、間もなくまた新しい形で始めようと思ってるんですよ。でいっぱいあるんだよまだ。でそのね、いっぱいある中でやっぱりね、そのネットワーク力って大事だね。要するに今までさ、ネットワークがないんだみんなね。だから思ったことができない。でもさ、今若い人たちはね、重要なことは、ね、要するに周りの仲間いるじゃん、ね、要するに別に商売に結びつかないかもしれないけども、要するに同じ志のある人たちと仲良くしておくことですよ。
で10年20年経ってくるとその人たちが何らかの形で一緒に何かができる形になる、ね、例えばさあの前職の会社でね仲間なんているわけでしょ。そしたらそこからさ例えば仕入れの話だってもう当然出てくるだろうし一緒に仕事しようぜってこともあるわけじゃん。でそういうものができてるかできてないかってことで生き方が変わってくるってこと。だからね、ぜひ今、ね、若い人たち、例えば、ね、賃貸のさ、仲介の人たちでも、やっぱり、要するに一緒に働く仲間というカテゴリーで、仲良くしといた方がいいですよ。で、年を取ってくると、だんだんそれの人たちがみんな偉くなってくるんだ。なんでかというと、切磋琢磨してる人たちは必ず出世するから。だから、出世するとどうなるかというと、要するに、僕なんかもそうだけど、要するに例えば、ねどっかの会社でも、もうみんな、上の人たちみんな知ってるわけじゃん。そう、一発でなんか話がさ、つきやすくなるよね。で、それで、じゃあ、逆にさ、うちの要望としてはこうなんだけどっていう話がさ、すごく早いじゃん。ね、それなんでかって、トップで話ができるから。なんですよ。だからそういうね仕組み、まず、今ある中で要するに自分たちの、ね、要するに仕事の中で、ね、社内だけじゃなくて外にもネットワークを持ってこと、でそれによって手伝ってもらうこととか助けてもらうことっていっぱいあるからさ、まあ、ぜひね今のね自分の会社の中の、ね、社員同僚だけじゃなくて一緒に働く人たちね、あと同業者ね、これはぜひ長いさ付き合いができるような人材になった方がいいなと思うね。まあ、一応昨日そんなことでね、まあ、ちょっと夜遅くまで飲みすぎちゃったんだけどさ、また新しい、ね、ビジネスチャンスで、やっぱ頭いいからさ、みんな。ね、いやだあのだ頭が良くて経験則がすごくあるから、すごくこれはね、またいろんな形で、じゃあ一緒になんかこれやろうぜなんていうことを昨日打ち合わせしてきたから、またいろんな形でね、いろんな機動力を持って、仕事ができるんじゃないかなと思ってね、まあ、ぜひ次商材の商社やるから、まあ、ケリーの人たちは嫌なかもしれないけどさ、ね、またここでね、新たな、ね、ビジネスチャンス作ろうと思っているんで、そこの部分をね、もう一回ちょっと開発したいなと思ってね、まあ、ぜひお願いします。以上。